もったいないの思想を大会の運営に取り入れまして持続可能な成長を続ける都市のモデルとして世界に力強く発信をしてまいりたい競技会場の見直しも検討される中小池都知事はコスト削減の意義を改めて強調しました報告会には冬季オリンピックが開催される平昌ンチャンや2024年大会に立候補する都市の関係者も集まりました